ちょっとクリスマスの話も出ましたけれども、皆さんクリスマスのご予定っていうのを吉井さんからじゃあ、あまりお仕事って言わない方がいいかな。期待してますよ。リアル仕事なんですけど、そうですね、お仕事がありますが、今ちょっとどうなるかっていう仮の仕事も入っていて、24日、23日ぐらいがどうなんだろうなって、なんかクリスマス後になるか前になるか当日になるかでなんか決められてない仕事があるので、ちょっとどうなるかなって今ドキドキしてますけど、個人的にはその前の有馬記念の方が楽しみです。すみません、ドキドキでもちょっと恋の方のドキドキもそろそろ聞かせてもらえませんか。ドキドキね、マウンテンも用意したいぐらいなんですけど、さっきもあのイルミネーション見て、はあ寂しいって思いましたから、はい、もっとワクワクしたいですね。そうですか。いきましょう。はい。クリスマスのご予定を。クリスマスは仕事が入っているんですけれども、まあ時間を見つけて、うんうん、友達や家族といっぱい。大切な時間を過ごしたいですね。どうですかご主人とは。なんかライブがあるみたいなので友達と見に行こうかなと思ってます。うん、じゃあ盛り上がるみたいなご主人のライブ、どうですかクリスマス。さっき思いちゃい言ってたように多分ゴルフの仕事が入りそうですね。寂しいな。遊びたいよね。そうだね。私も多分お仕事なんですけど、できれば夜は友達とホームパーティーとかして思いっきり楽しみたい、と思ってます。どうですか。私何も考えてなく、仕事があるかどうかもいまいちスケジュール把握してないんですけどまあでも毎年結構友達だったり事務所のみんな仲いいので事務所の人たちと結構クリスマスは食事行ったりしてて、今年もそうなのかななんて思ってます。さっきちょっとあの1月を読ませてもらったんですけど、中にはなんかあの夢と野望っていうなんかちょっとアンケートみたいだったんですけど、皆さんの例えば夢と野望っていうのをちょっともし聞かせてもらえればなと思うんですけれども、どうですか。はい、夢と野望って書いてたんだよでも、まあ、もっともっと今やってる仕事を大切にやっていきたいなと思いますし、まあ女性としてもハッピーになりたいなと思います。来年の夢と野望ちょっとじゃん。そうですね。今すごく自分の時間をなんかゆっくり充実した時間を過ごせているので、もっともっと過ごしていきたいなっていうのと、あとはまあこの本にも載ってるんですけど、あることを勉強始めたので、それをどん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 なんか極めて、なんか女性が綺麗になれるようななんかものを広めていけたらいいなと思っています。その勉強し始めたものって聞いていいですか。はい。まさか花札って言わないし。違う違う違う。極める、極める、極める。ハーブティーですね。あ、そう、なんか一回自分で飲んだ時に、あ、なんかすごい香りから、そして体の中からなんか感じるものがあって、すごくスッキリしたし、なんか毒素がすごい出てってリフレッシュできたんですよ。なのでそういうのをもっともっと勉強して綺麗になったらいいなと思いました。あ、じゃあ来年の夢と野望。そうですね。私来月30歳になるので、そうやね。はい。なので今まで本当仕事ばかりしてきたんですけど、趣味だったり趣味のゴルフだったり料理だったり、女性としてのいろいろなものを充実させて厚みを出していけたらいいなと思います。夢で。あんまり野望ってもともとないんですけど、夢となるとやっぱり食の世界って奥が深いなと感じた1年だったので、もっとあの食の楽しみを女性の皆さんに知ってもらえたらいいなと思って、ちょっと勉強したいと思っています。はい、そうですね、今27なんですが、さっき30っていう言葉が出たので、30に向けて自分磨きを年々の積み重ねでしていきたいなと思います。少し恋のお話みたいなのも聞けるかなと思うんですけれども、どうですか皆さん。まあ、ね、まあ、ご結婚されてますけれども恋の話っていうのはどうですか。今予定はないですけどやっぱり憧れますね、先輩方を見習ってはい、順々にと、ま、はい、どうですか。まあ、そうですね、焦らずいい出会いがあればいいなと思っていますね。
きですか。そうですね、いい恋愛をしていきたいなと思います。なかなかそういうお話みたいなのはいいんですか。そうですね、まあ、いつもなんか恋はしてるんですけど、そうですね、結婚までね、行くってすごい慎重になったりしちゃいますよね。来年ね、やっぱりちょっとなんかどうでしょう。来年こそは、ね、毎年思ってしまう。先に答えがわかるんですか。はい、でも本当に2014年いい年にできたらいいなと思います。はい、じゃあ。そうですね、いつも恋はしてるんですけど、はい。そうですね。わかんないです。35までには結婚して子供を産みたいです。っていう勝手に思ってるだけです。今いい恋してるんじゃないですか、じゃあ。いつもいい恋してます。はい。どんな人としてるんでしょうね。どうでしょう。そうそう、そろそろコウノトリさんっていうのはまだ迷い降りてこない感じですか。ああ、作りたいかなって思ってたんですけど、最近全然作りたくなくて。それどうしてですか。なかったですか。いや、なんもないんですけど、作ってもいい、タイミングですね。はい、仕事が充実してるしてるからね、なんか覚悟ができないですよ、やっぱり。なんか今年ちょっといろいろ芸能界もね、はい、出産ラッシュというか、はい、ラッシュでしたけど、ちょっとそういうのをなんかいろいろ聞いたりとかしてどうでしたか。まあいいなとは思いますけど、なんかあとなんていうの、あと5年もあれば産めるしなとか。ダメ38ぐらいでもいいかなとか。38ぐらいなんか考えるようになると、どん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 一人でいることの楽しさの欲が出てきて、わかるね。仕事がすごく楽しいので、なんかわかんなくなってね、わかんないよね。私結構本当出産っていうの聞くと、ああいいなって思うよ。いや思うよ、それも思う、それも思う、すっごいいいなって思う。まあでも今はまあとりあえずちょっと自由な時間を満喫したいみたいな。そうですね。また吉木さん今年、あ、じゃあ来年はなんかまた挑戦したいですか。今年小説書いて。そうですね、今年は小説書かせてもらったので、来年も新しいことがやりたいですし、その引き続き文章も書いていきたいなと思ってます。なんか考えてます？これやりたいみたいな。なんか、ありますね。いくつかちょっともう考えているものはあるんですけど、進んでんのかな、どうなんだろう。でもまあ自分は努力して精進するのみですね。やっぱ毎日大切に、時には頑張って背伸びして生きていきたいなと思います。記者さん何かありますか。はい、ですので、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。あ、じゃあぜひぜひ見てください。